皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は2月20日木曜日、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、今回ご紹介させていただきます新規初投稿は滋賀県大津市37歳、ブラフマン1030さんからのね、ギター用のループスイッチャーで制御されたボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。ギターを始めたのは36歳これからやっていうね、プロフィールのコメントありがとうございます。そして初めて作成したエフェクターボードということでね、投稿いただきまして誠にありがとうございます。ループスイッチャーからね、伸びている、ソルダーレスケーブル、ブランド統一されていてね、とっても綺麗に見えますし、またそれぞれのケーブルをね、結束バンドでこれでもかっていうぐらいね、綺麗に言われておりましてですね、こういった点もね、皆様方ぜひともね、参考になさっていただきたいと思います。そして今回なんといってもですね、歪みの方かなりこだわっておりましてですね、まずかけっぱなしでね、ループの前に、繋いでいるのが今日注目したい MXR のね、モディファイドオーバードライブ、こちらね、あの LED が光っておりますけどもね、バンプボタンというのがあってですね、これを押しとくとですね、ローとローミッド、これをねブーストしてくれるということなんですけど、ぜひとも楽器店に行ってね、試奏していただきたいんですけど、これをオンにするとですね、こうサウンドが、歪みサウンドがより前に出るっていう感じなんですよね。でですね、今回の設定がまた面白くてですね、ゲインのノブ見ていただくとね、全くね、こう、ゲインを歪ませていないと、いうことでですね、クリーンのローミッドの厚みを出していると、非常にこう歪みにこだわったボードになっておりますので、このループ、の外にあるですね、このリバーブ、それからね、フラッシュバックのミニディレイも含めてですね、ぜひともね、このボードのサウンドを聞いてみたいなというふうに思います。ということでね、とっても参考になる、歪みにこだわったボード、皆様方、じっくりとね、チェックしていただいて、そして楽器店でね、こちらの MXR の、モディファイドオーバードライブ、ぜひともね、試奏なさっていただきたいと思います。それでは本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。